始めるか。負けないで、ランマ。俺が道、こんなとこに何の用があんだよ。この廃工場の近くでやべえバイカーたちがたむろしてんだとよ。それがどうした？はあ？なんだよその態度は。いやさ、俺ってもう学校一のモテ男じゃん。やべえバイカーと喧嘩なんて足りって。ランマ、満足すんの早いだろ。モテ男のてっぺん取るんじゃねえのか？そう言ってもやる気が。今のは女の子が助けを求めている声だ。戦道、ぐずぐずすんな。やっぱお前をやる気にさせんのは女の声か。さあモテでやるぜ。頑張れランマ。
私はバイ公園セリナ、フリーの雑誌記者よ。俺はミチル、でこっちがランマ。セリナさん、女一人でこんなとこを突き歩くのは危険だぜ。助けてくれたのはありがとう。でもこれが私の仕事だから。ちょっと待った、雑誌記者でこれが仕事？まさかセリナさんってバリバリロードの記者なのか？バリバリロードは日本で一番売れているヤンキー雑誌だ。改造バイク、改造車、改造チャリの特集に人気がある。バリバリロードに出てるバイクって直接ヒーロー見てて超やべえよな。ああやべえな、あれは。あのね、勝手に話を進めないで。私が書いているのはジャーナル誌よ。危険な現場に身を投じてスクープをものにする、そんなデンジャラスな仕事こそ私にエクスタシーを与えてくれるの。うち、エクスタシーはわかるか？そうな、けどよ、なんかエロい意味だった気がするぜ。エロい意味？やっぱそうか。それじゃあね、坊やたち。俺デンジャラスな男になるわ。んでエクスタシーするぜ。バカ言ってねえで、セリナさん追いかけんぞ。あの感じじゃまた絶対トラブルからな。ざっとこんなもんだね。決まったね。危険なとこ連れてってよ。私に任せて。力になるわ。ありがとう。さあ、どこ行くぞ。私も行く。派手に行こうよ。セリナさん、何やってんだよ。あら、ミチル君にランマ君、私を追いかけてきちゃったの？ここは危ないから早く離れなさい。ほら、子供は帰った帰った。俺らはガキじゃねえし、女一人こんなとこに置いていけっかよ。気持ちは嬉しいんだけど、邪魔はしないでほしいな。この島の取材は私が望んでしていることだから。そんなに危険な男が好きなのかよ。だったら俺もかなり危険な男だぜ。とてもそうは見えないけどな。例えばどう危険な男なの？チャリの二ケツとか余裕だし、乗せるのはミッチーだけどよ、うん、ランマ、セリナさんは聞く耳持たねえ。こうなったらこの辺りのバイカーたちを俺らで片っ端からぶっ飛ばすしかねえな。そうだな、俺らがセリナさんを守ってやらねえとな。来た来た、武装したバイカーたちがすっごく大勢来たわ。このシチュエーション最高、デンジャラス、ゾックゾクしちゃうわ。エクスタシー。セリナさんは放っておいて、やろうぜランマ。おや、見てなよ女の子たち。ヤジウマが集まってんな。やめた。
けねないな。頑張れ。どんなんの受け寝ないな。真田天明くん、さっきのバイカーたちのリーダーの子よ。だってよランマ、どうする？どうするもこうするも真田さんっての倒すしかねえだろ。なかなか私好みの展開になってきたわね。頑張ってね二人とも。私にデンジャラスをいっぱい感じさせて。私がいるよランマ。
しよう。ありがとう。あ？そんなのあり？さあ、モテでやるぜ。
よ。ありがとう。うん、出してるのは桜井みちる。こっちは上白蘭だ。んで、あんたが真田か。俺のダチに手あげたつけ、しっかり払ってもらうぜ。真田さん、悪いけどよ、美女のハートのためなんだ。デンジャラスにボコらせてもらうぜ。美女だ。お前らは女のために喧嘩するのか。ここなら女よりダチだろ。くだらない。いや、女だろ。くだらなくねえし。ダチだ。女だ。ダチ、仲間、友情。女の子、女の子、女の子。分かり合えねえみたいだな、俺たちは。言葉で分かり合う必要なんてねえだろ。俺たちには拳があるんだからよ。さあ、モテてやるぜ。やるな。頑張れ。素敵。君可愛いね。これ。そうするよ。ここが見せ場だ。抜け目ないな。ファイト。盛り上がってきた。どうしようだな、それ。大丈夫ラム。サンキュー、セリナさん。どうですよ、ラム君。俺様最強。あ、超かっこいい。負けないで。おい、あっちに美女たちがいるぜ。そうだよ。Yeah!
ちだ。俺だ。さあ、真田、次はお前だ。早速やろうじゃねえか。この程度の腕で意気がんじゃねえ。あ、なんだとこら。ちょっと待て。また拉致られただと。分かった、すぐにそっちに行く。安心しろ、あいつらは俺が絶対助ける。真田さん、なんかトラブルっすか。てめえには関係ねえだろ。まあしょうがねえな、俺らとの距離はまた今度っつうことで。なんだと。だって真田さん、なんか焦ってる顔してるし、デンジャラスな真田さんを倒さないと俺としては意味ないんだ。命拾いしたな、お前ら。そう、真田さんはマジやべえって感じ。なんだランマ、ビビってんのかよ。はあ、ビビるわけねえだろ。なんか意外なんだけどな、ちょっとワクワクしてる。真田さんと喧嘩するの、このワクワクって肉パレに行くときにすげえ地形って。肉パレとは、食べ放題チェーン店の肉パレードのことだ。週末にはヤンキー家族のたまり場になる。2時間で880円、かっこ税別。大したことねえな。やったわね。調子はどう？